新潟競馬第一競争2歳未勝利戦芝コース 2000m 出走馬14頭です。14番バイルマティは丹内雄二騎手から丸山元気騎手に乗り換わっています。そのバイルマティ最後にゲートに向かいます。スタンド前の左手14頭収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。まずスタンド前から1コーナーへ向かいます。まだ広がっています。6番ビップピュアエース、わずかに出ました。そして8番イージーオンミーです。あとはデルマ送り出し、外8枠2頭ネイロン、バイルマティも上がっていって、外からは12番のサザンショア押し上げていきました。さらには7番のノーブルジャック、あるいは5番サイモンコーラル固まっています。各馬スタンド前を通過、第1コーナーをカーブしていきます。先頭は6番のビップピュアエースです。1,2 コーナー中間を通過、リードは1馬身、8番のイージーオンミーが2番手、2コーナーを迎えます。あとは2馬身差、3番手が10番デルマを送り出し、そして1馬身差固まっています。外14番バイルマティ、2コーナーをカーブして向こう上面へ、そして内には4番のロゴデザインがいて、そして外には7番のノーブルジャックの体勢です。その後は1馬身差、外を回りまして12番のサザンショア上がっていきます。ネイロンです。さらには手が動いています5番のサイモンコーラル、3コーナーへ向かいます。あとは2馬身差、後方にかけて9番のメテオールライト青ラキがいて、外は2番ハウゼ、さらには半馬身差11番名将卓木、最高峰1番ブンダーで各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭は逃げる6番ビップピュアエース、リードが半馬身、2番手8番イージーオンミー変わりません。4コーナーへ向かいます。手が動いてデルマを送り出し、外からはスーッと14番バイルマティも仕掛けまして、4頭が広がって第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。ここで先頭8番イージーオンミー、外からは14番バイルマティ追い込んでくる、内頑張っている6番のビップピュアエース、あとはずらーっと横に広がって追い込んでくる4番のロゴデザイン、メテオールライト、1番外から2番のハグゼも追い込んでくる、先頭は8番のイージーオンミーで、2番手はバイルマティ、先頭は8番イージーオンミーでゴリ、2番手14番バイルマティ、3番手は9番のメテオールライト、8番のイージーオンミーです。勝ち時計2分3秒0、14番バイルマティは2番手、あとは9番のメテオールライト3番手、上がり4ハロン49秒3、3ハロン37秒0です。新潟競馬第一競争、雨が降る中で行われました2歳未勝利戦。逃げた6番ビップピュアエースの2番手につけた8番イージーオンミー直線抜けています。14番バイルマティは2番手、あとは9番のメテオールライトが3番手の入線となっています。芝コースは寮の発表、勝ち時計2分3秒0、前3頭の後4番手は外から追い込んだ2番のハウゼ、ハウゼが4番手、あとは固まって外は青ラキ、内には5番サイモンコーラルなど、到達順は1着8番イージーオンミー、西村敦也騎手です。2着14番バイルマティ、3着9番メテオールライト。新潟1レースをご覧いただきました。勝ちましたのは8番のイージーオンミーです。8番14番9番は6番人気1番人気3番人気です。単勝8番 23.0 倍、枠連合8 15.4 倍、馬連8番14番 13.3 倍、馬単8番14番 48.5 倍、三連複8番9番14番 36.6 倍、三連単8番14番9番 422.9 倍です。確定までお待ちください。阪神